はい、こんにちは、今日が3月29日金曜日ということで GG エンドの発売1週間前、カードリストが全部お昼の更新で公開されたんで、なんか毎回昼の更新でちゃんと見れるようになるんですけど、するより前に普通にカード検索のところから見れるようになるのはあれは仕様なんですかね。まあ昼の1時にアクセスが集中するのを防ぐための、まあ公式の人たちの配慮という可能性もありますね。まあそれはいいんですけど、今回は強化拡張パックなんで54種類カードがあるのかな。GX 以外にいろいろと公開されてないカードがあったんで、そういったカードを今日は動画内で見ていければいいかなと思います。で、このライチュー&アローラライチュー GX と、それから、ギラティナ&ガブリアス GX で、ヒードラン GX で、あと1枚、クチート GX かな。この辺の4種類の GX ポケモンについては、少し前に別の動画で詳しく説明というか話をしているので、よかったらそっちを見てくれたら嬉しいかなと思います。今日はこの辺の GX ポケモン以外の非 GX のポケモンであるとか、新規のトレーナーズであるとか、そういったカードを、見ていこうと思います。まあ、進化前のカブルマは特に言うことがないと思うんで、進化先のシュバルゴをちょっと後で見ようと思います。で、炎タイプポケモンなんですけど、ヒードラン GX 以外だと、このシャンデラ、ソウルバナーのシャンデラは、動画内でもう少し話したと思うんですけど、ボックス購入特典で出るやつとテキストが同じで、イラストが、まあ、通常版っていった感じですね。まあ、これもソウルバナーっていう山札の上からカード5枚トラッシュして、その中の炎ポケモンを好きなだけベンチに出せるっていう面白い効果を持ってます。で、ブーバーン。これが、今日初めて公開されたやつかな。ブーバーから進化する一進化ポケモンで、炎爆。火炎爆じゃなくて炎爆なんだ。昔火炎爆っていうなんかリザード EX 言いましたよね。ニエネ、50ダメージ。次の相手の番、この技を付けたポケモンが技を使うときに、コインを投げ裏だったらその技を失敗させるっていう、まあ、いつもの炎爆系の技。で、それが火炎放射。3円で120ダメージ、こいつについてるエネルギーを1個トラッシュすると。上の技が普通に無色2個で出せる50ダメージ技なんで、なんかこれから炎タイプ弱点の強いポケモンが出てきたときに、そういったポケモンに対するメタカードとして、ダブル無色エネルギーが採用できるカードにメタモンと合わせて11入れれるようなチャンスがあるのかもしれないですね。下の技もダブル無色エネルギーとレインボーエネルギーであるとか、あとはカウンターエネルギー、カウンターゲインとかで指導できて結構いいのかなと思います。それで120出るんで、まあ、ギリギリフェロマッシュ落とせないのがまあなんともかゆいところのような気がしますけど、その点ヒードラン GX ってすげえよなってその点ヒードラン GX は爆熱スタンプ130でフェロマッシュとかあの辺のポケモンワンパンできるの良さそうですよね。で、あとこれはポケカ公式チャンネルで少し前に登場してましたけど、エレキレインっていうかなり夢のある技を持ったアルバライチュウが短期で、レア枠で収録されてるみたいですね。トラッシュした雷エネルギーの数分だけ30ダメージを好きなようにばらまけるっていった感じのテキストなんですけれど、これがどん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 こいつにエネルギーを蓄積させてやって、最後にエレキレインで雷エネルギー大放出することでワンチャン相手のポケモン全滅させるワンターンキルが狙えるみたいな感じでちょっと話題になってましたね。で、N 加速手段としてはカウンターエネルギーであるとか、あとは、マルマイン GX、ああいったカードとかと相性がいいのかなって気がします。当然カプコキョコプリズムスターもいますし、その辺のカードと組み合わせてやってこいつに雷エネルギーを、まあ、7枚7枚8枚10枚と、蓄積させてやってから一気に打つと、まあ、ワンチャンワンタンキルが狙えるみたいな感じで、これもすごい動画映えするんでそのうち使ってみたいですね。で、あと雷タイプで要求エネガ等タイプの、末強が登場しましたね。相手のバトルポケモンの残り HP がこいつの残り HP より多いんだったら30ダメージを追加。等エネルギーが入ってるデッキで雷タイプ弱点のポケモンの弱点を突きたい時とかにこのカードを1枚だけ挿しておくと、まあ、そういった雷弱点のポケモンに対する対策カードとして働くんじゃないかなっていうような感じですかね。あと基本とエネルギーで指導ができるんで、格闘道場で火力アップが狙えるのもいいですよね。道場が発動してると1エネで100ダメージ出るんで、弱点込みで GX とかに200ダメージ出せそうなの結構いいですよね。で、あとボルトロス、疾風サンダー。自分のベンチにトレネロスがいるなら、ニコタマで70ダメージが出せる。で、相方のトレネロスのテキストをさっきざっくり見たんですけど、まあ意外とそっちのトレネロスも結構使えそうなテキストをしてたんで、この2枚で、ボルトルネ、エビサーみたいな感じになってるけど、ボルトルネでデッキ組んでやるのも面白そうですよね。で、あとこれもちょっと前に出てましたけど、御霊崩しのアローラガラガラ。相手の山札の上から1枚トラッシュして、トラッシュしたカードがポケモンだったら、相手のバトルポケモンにそのトラッシュしたポケモンの HP 分のダメージを与えるっていうテキストですね。まあなんで、基本的には相手依存になるのでダメージが不安定なんですけれど、ザクザクピッケルであるとか、山男であるとか、そういった方で相手の山札の上を、操作してやってから使ってやると、まあワンチャン効果力が出せるみたいなカード。超タイプなんで、等タイプの弱点をつけるっていうところも、覚えておくといいかもしれないですね。
で、まあ、だいぶ散々話題になってますけど、アローラライチュウと相性がいいとされるフワライド、タックキャリー、それ以外にもタックチームポケモンを入れ替えるっていう効果は、まあ、結構汎用性が高いので、今後いろんなタックチームと組み合わせれる可能性がありそうですよね。で、あと、不安定から進化する、別のフワライド、ダメージ運びっていうすごい優秀なフワライドが結構前に登場してて、それと選択して、それと合わせて一気に入れてやると、相手のばらまき系に強くなったりするのも良さそうですよね。で、オリジンフォルムのギラティナ、ディメンションクロー、自分の場合にこいつを手札からベンチに出したら相手のバトルポケモンの特殊エネを1個トラッシュすることができると。出ただけで特殊エネ剥がせるんで、まあ改造ハンマーになりつつベンチの肥やしになれるっていうところが、まあ強いところなのかな。ドラーク GX とも相性良さそうですね、単純に。で、あとこのムシャーナも寝だめが強そう。お互いのバトルポケモンを眠りにして次の自分の番こいつが使う技の相手へのダメージがプラス100されるっていう。でお互いを眠りなんで、まあそこそこの確率でいい時間稼ぎができるっていうのと、でただ次の自分の番までにこいつが起きておく必要はあるんですけれど、まあそれまでにコイントス2回触れるんで、まあ 75% の確率で単純に起きるのかな。で起きてたら寝だめの効果で思念の頭突きが1エネ150ダメージっていう破格の火力を出せる。まあ、対して相手は寝だめの、直後のポケモンチェックでコインで表を出さないと、基本的に入れ替えカードがないと技を打てなくて、このムシャーナを突破できないので、まあ、確率的に言っても、寝だめ死ねの時期はそこそこ決まりやすくていいカードなんじゃないかなって思いますね。これ、城之内勝也じゃん。城之内チャーレム。達人の一撃。2エネ60。こいつに黒帯がついてるんだったら60ダメージは追加。黒帯っていう、まあ、多分知ってる方も多いと思うんですけど、強力な等タイプ、サポートのポケモンの道具が登場するんですけど、それがついてると、黒帯が発動すると、等エネ1個でこの達人の一撃打てるようになるんですけど、1エネで120ダメージ、ディアンシー込みで140、格闘道場で200。単純にその辺の火力アップがなくても、黒帯つけてると1エネで240で、ピカゼクワンパンできるのいいですよね。まあ、散々もうピカゼクワンパンの話もし飽きたような気がしなくもないですけど、城之内チャーレムがいると。で、あと、逆襲のオーロラじゃなくて逆襲のオーラのガブリアス。これも自分の残りのサイド枚数が相手より多いんだったら、このポケモンが使う技のダメージがプラス80される。オーバーエッジが、追加効果込みで200まで出る。8巻き込み230、減圧込みで250。もう弱点をつくまでもなく、カウンターで270出るの強そうですよね。なんだかんだ実は波動予知のルカリオとも組み合わせると普通に強いみたいな。であと HP60 のリオル、結局出たんですね。ジムプロモと多分同じテキストだと思うんですけど、あっちは先行収録って感じだったのかな。で進化先のルカリオがタックコーチ、これもちょっと前に出てましたけど、自分のタックチームポケモンが相手から受ける技のダメージがマイナス20されると。まあ2体3体立ててやるとその分重複して、自分のタックチームが鬼のような耐久を持つことになると。なんか単純にルカリオ&ベルメタルのフルメタルウォールのついでにタックコーチ立ててやると、なんかそれこそルカメタがカチカチ山になりそう。なんかそうですね、ガブリアスとギラティナのコーチって、なんかだいぶ年いってそう。ジガルデ強化来ましたね。20% ジガルデなのかな。こいつがベンチにいる限り自分のジガルデ GX 含むが使う技の、ダメージがプラス20されるっていう。でしかもこいつは重複するんで効果が2体3体並べてやるとそれだけでジガルデの火力が60、80と上がっていくので、まあね、ジガルデ好きな僕としてはこのデッキはぜひ一回組んでみたいなと思います。こいつ技自体もブーストファングで1エネ20を与えつつトラッシュの投影に1枚ベンチポケモンにつけれるっていうめちゃくちゃ優秀な効果を持っているので、まあジガルデはかなり個人的にすごいちょっと注目というか好きなカードですね。で、悪の戒めを持ったフーパー。これでギラティナが一撃で落とせるそうな話を聞きましたね。まあそっか、ギラティナいるってことは大体絡までの2匹ぐらい立ってるから、少なくともそれで特性持ちが3体、サニが60、70、弱点込み140で、ギラティナを確かに潰す性能してますね。しかも超抵抗持ってるから、相手のシャドウインパクトじゃ一撃で沈まないっていう。あとなんかマーシャド GX のシャドウハントでコピーると悪の戒めが等タイプとして打てるようになるのですごい強そう。で、クチート GX。これも、なんかすごい独特な効果も持ってます。で、散々ネタに、散々話題にしてきたガブリアさんのギラティナ。ネタにしてきたっていうとすごい悪意がある、な。で、あと、シュバルゴ。見極めのやりで1エネ80ダメージ。相手にダメ感が乗ってないなら、この技は失敗。なんで、あらかじめダメ感を乗っけといてやると弱点込みで、フェアリータイプポケモンをワンパンできたりしていいんじゃないかなと思います。まあ、コイントスを乗り越えれば、ダメ感が3個乗ってるエルフンをワンパンできるっていう。で、あら、ラティアス。
エナジーブロー1エネ、相手のポケモン1匹についているエネルギーの数かける20ダメージ、まあベンチスナイプができると、3エネついたら1エネ60とかベンチに飛ばすってかなり強そうですよね。まあ炎2個は飛躍なんでカウンターゲイン、カウンターエネでも指導できますし、溶接工で付き合ってやってもいいと。ただドラゴンタイプなんでなんか弱点つくのは難しそうですね。なんかいい使い方あったら教えていただけたら嬉しいです。でグズまで引っ張られない牙ごと、このオノノクスも結構強そうですよね。グラインダーアップ、自分の前に1回場のスタジアムをトラッシュする、でその後手札の炎または鋼エネを3枚までこのポケモンにつけるっていう、なんかいかにもなんだっけ、巨大なかまどと合わせて使ってくれみたいな特性してますけど、この後多分出るんですけど、巨大なかまどっていうデッキから炎エネルギーを2枚手札に加えることができるスタジアムがこの段で登場してて、まあそれと普通に相性が良さそうですね。溶接ことも普通に相性良さそうですね。まあただ基本エネなんでトリプル加速で火力が上がらないのは、まあエルフン GX と違う点なんで注意って感じなのかな。で自分の場のタッグチームの数だけ火力が上がるガルーラと、相手の使う技の効果を受けないビーダル、ド忘れ強そう、3エネ相手が持ってる技を1つ選んで次の相手の番、その技を使えなくなるっていう、相手がなんかすごい嫌がらせに使えそうで、なんかケンホロこいつ毎回なんかこんな効果持ってるような、望むならこいつについてる、お互いのバトルポケモンについてる全てのカードを山札に戻して切るっていう、すごいですね。トリプル加速1枚で相手のエネついてるバトルポケモンを山札に戻しちゃったら相手発狂するんじゃないかな。でボルトロスがいると技が強化されるトルネロス、雷鳴トルネードで3エネ80与えつつ、自分のベンチにボルトロスがいるとさらに相手のベンチポケモン全員に回転飛行が打てるので、これもバラマキとしてすごい優秀な効果のような気がしますね。強そう。でここからトレーナーズ、タックスイッチはあれですね、タックチームのエネルギーを2個移動させれるっていう、まあ結構前から出てるカードで、昨日だか一昨日出てすごい話題になったリセットスタンプ、相手は相手自身の手札を全部山札に戻して、サイドの枚数分だけ山札から引き直すっていう、まあ相手だけ N みたいな感じですね。まあなんで相手の残りサイドが1枚とか2枚の時に打ってやると、相手が高確率で、事故って止まってくれるので、まあ、すごい逆転の一歩になりうるカード。まあ、N と違う点は序盤に打っても相手に刺さらないっていうところと、自分が手札を引き直せるわけではないので、自分の手札リフレッシュ手段としては使えないっていうところで、言ってた達人の帯、自分の残りサイド枚数が負けてたら、このカードをつけているポケモンが使う技に必要なエネルギーや等エネルギー1個分少なくなるっていう、等タイプのポケモンがめちゃくちゃ強化されたカードですね。まあその代わり鉢巻きがつけれなくなったりするんですけど、まあ、だからこれを持たせてやると等エネルギーが入ってないデッキでもルガルガンがデスログ GX を打てるようになったりだとか、まあとにかくいろいろな使い方ができる、等タイプデッキには今後割と入りうる強いカードなんじゃないかなと思います。で相手のダメ感を移動させることができるギーマの SR 欲しいんですよね。優しいっすよねこいつ、なんかコインが裏でも表でも正解だよって言ってくれるし、コーチトレーナー、なんかタッグチームのコーチ流行ってんのかな今、なんか SR のイラスト男の人消えてそう。山札から2枚引いて、自分のバトルポケモンがタッグチームなら、2枚引ける、さらに2枚引けると、まあ、タッグチーム単のデッキだと山札から4枚引ける、安定したドローソースになりうるのかなと。フェロマッシュ単とかそういったタッグチームのデッキって結構単構築が多いんで、そういったデッキに入れるとまあ安定しそうな気がしますね。ただなんかそういうデッキってブルーの探索でよくねって思っちゃったりする。で巨大なかまど、これがまあだいぶ前からもう発表されてますけど、お互いのプレイヤーが手札を1枚捨てて山形から炎エネルギーを2枚手札に加えることができるようになるっていう、まあ、溶接工とも相性抜群だし、まあ、さっきのオノノックスとも相性抜群だし、まあ、とにかくいろいろな炎関連のデッキと組み合わせることができるすごい強力なスタジアムですね。まあ、またこれでさらに炎タイプがより安定して溶接工を打てたりするんじゃないかなと思います。で今回のトレーナーズレアすごい全部豪華っすね。おいおいってこのフートラン欲しいな。イラスト2人ともすごい可愛いっすね。あとネストボール欲しいな。なんかハイパーボールとすごい似たようなこのイラストのテイストがすごいハイパーボールと似たような感じありますよね。なんか蜘蛛の糸みたいな穴抜けの紐とロトムズ感。これがっつりニンテンドースイッチ映ってるけど、まあニンテンドーだからいいのか。これは冒険を始める前の主人公の部屋なんですかね。はい、まあてな感じで、だいぶ長くなりましたけれど、また GG エンド、すごい強力なカードたくさんありますね。GG エンドが発売した後は、チャンピオンズリーグ京都があるので、僕はまた、この診断のカードをいろいろ見てね、強いカードがないかなっていろいろ考えると思うんですけど、まあ、1週間後には、GG エンド発売するんで、そこでまた開封動画とか対戦動画バンバン、そこからね、実写の対戦動画をまたいっぱい上げていこうと思うので、よかったらご視聴いただけたら嬉しいかなと思います。それじゃあ今日の動画は、この辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。